曜 AM 1時のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は2022年12月11日日曜日の深夜1時ということで、声もオープンしたいと思います。支配人の不思議レモンです。さあということで、冬もね、真っ只中、今年も残りあとわずかというね、そればっかり言っておりますけど、まあそんな感じで、まあそればっかりというかね、世間がそればっかり言っているような感じもしますけども、今日のお悩みですけども、まあよくデート、まあ今そのジェンダー平等とか言ってる時代でございますけども、まあ、デート行った時に男性と女性のそのお金の払い具合というのはどういう形になっているんでしょうね。やっぱりなんだかんだ言って平等だとかなんだとか言いながら男性がほとんど出しているんじゃないでしょうかね。今日もそのような、お悩みなんですけども、そして、職場で一人だけ、まあ全く相手をしてくれない人がいるというね。まあ職場っていうのはいろんな職場がありますけども、どうしても会う人会わない人っていうのは出てくると思うんですけども、全くその自分とに対してですね、相手をしてくれないというのはなかなか困ったもんだと思うんですけども、今日はそのような、お悩みを一刀両断していきたいと思います。そしてサンデーナイトレモメンドのコーナーでございますが、中島美香さんということでね、3曲セレクトしております。今日も深夜になりますけども、どうぞお付き合いください。この番組は不思議音楽レベルカフェ&バー不思議茶屋の提供でお送りいたします。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議門があなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談レギュラーコーナーでございます。それでは最初のお悩み行ってみたいと思います。先日ですが、彼女と2泊3日で旅行に行きました、てん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 ということで、行ってみてと思います。互いに30代です。先日ですが、彼女と2泊3日で旅行に行きました。事前にここでこのくらいお金がかかりそうだねなんて話はしています。運転はもちろん私がしますし、宿泊費もテーマパークの入園料、ガソリン、高速料金、夜ご飯なんかも出しましたし、お金を割り勘で出してくれないかななんて言わないですが、割と負担の少ない翌日ランチくらい出してくれてもいいのかなと思っていました。帰りも約4時間運転して帰りましたが、帰路に着いた瞬間横でいびきをかいて寝ていました。起きたかと思えば大きなあくびをし、眠いと言って寝直すだけでした。家に着いてもありがとう、お疲れ様とねぎらいの言葉もなく、さっさと帰っていきました。恋愛経験の多いわけではない私ですが、もしかしたら私の器が小さいだけかもしれません。今後の参考にもしたいので、既婚者の方は過去の経験から、今付き合っている方は私たちはこんな感じですとアドバイスいただけたら嬉しいです。彼女とは付き合って1年ほど。ちなみに今回の費用は私7万、彼女0です。よろしくお願いいたします。ということで、こちらのお悩みですけども、シレマンサーですけども、直接言っちゃいましょうということでね。何を言うかと言いますとですね、やっぱりありがとうとか、お疲れ様とか、ごちそう様とか、まあ、そういうことを言えない相手というのは、ちょっと僕はありえないのかなと思うんですよ。ですから、まあ、お金に関してはね、やっぱり、まあね、今の世の中男女平等とかジェンダー平等とか言われておりますけども、あんなものはただの、まあ、飾りだけであってですね、結局は男がお金を払わないといけないというものが現実なんですよね。ただそれはまあ仕方ないと思うんですよ。男性が出すというのは別にそれはそれで僕はいいんじゃないかなと思っているんですけども、ただやっぱりその最後にですね、一言お礼というか、そういうものを言えない女性というのはちょっと僕はね、ありえないと思うんですよね。これってでもね、大事なのはね、これ付き合う前にそれ判断しないといけないと思うんですよ。男性の場合はやっぱりこれ、まあ言ったら1年ぐらいお付き合いされているわけですよね。で今更そのね、これ言わないから相手に言うというのはちょっとやっぱりね、難しいと思うんですよね。ですからこういう悩みというのは付き合う前に判断するということなんですよ。もうどっかでね、まあ、こう食事行ってですね、まあ、出してですね、最後にあのごちそうさまとかありがとうとかね、帰った時にお疲れ様とかね、そういうこと言えない女性とはもうやめておいた方がいいんですよ。後々結局
感謝もない女なんだからいやマジでそこはもう、あ、こいつダメだなって思った方がいいんですよ。もうここで引いた方がいいなという感じ、うん、でその時に引いた時にですね、向こうからなんか最近ちょっとも誘ってくれないんだけどって、なんか私したってなんか怒ってるとか言われた時には言ったらいいと思うんですよ。いや俺な、やっぱりごちそうさまとか言えない女ってちょっと無理だと思うんだってね。あの別にお金出すのは全然いいんだけどって、やっぱりそういうのはちょっとちゃんとしてくれる女性の方がいいからねって言いやすいんじゃないですか、付き合う前ってまだ、うん、でも1年経ってこうなると、こういうことってずっと今までそうだったんでしょって、急にだってコロッと心変わりして、今までありがとうとか言ってたのが急に、眠いとかいう感じじゃないと思うんですよね。このお悩み文を見てるとずっとこんな感じなんでしょっていう。ですからやっぱりそのこの、まあ、相手もあれですけど、この方もそういう彼女と思って今まで1年付き合ってきたんじゃないんですかという、うん、感じだと思うんですよ。それが積もってですね、今回のような旅行ということになって、まあ、言ったら大きく、まあ、こう理解してしまうというかね、彼女のことを、うん、思うんです。だからどっか今まで、ね、デートしたりとかは散々してきたと思うんですけど、そういうところでもうこういうちっちゃなことっていっぱい出てきたと思うんですよ。うん、だからそれまでに判断できなかった、まあ、この彼氏さんもやっぱり悪いんじゃないかなと思ってしまうんですよね。だからまあもう今更になりますけど、言った方がいいと思いますけどね。もう言えなきゃもう別れてしまって違う相手を探した方が、こういうのってね絶対後々結構揉め事になると思うんですよ、うん、まあ、結構なんかちっちゃいようなことである、あるけど大問題だったりしますけどね。 CM の後次のお悩みです。フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円月額1100円。フシギ音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円でフシギ音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスターフシギレモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談。それでは次のお悩み行ってみたいと思います。大手小町というサイトからです。なぜ私だけ職場で目も合わせてくれない人が悲しいということで行ってみたいと思います。30代女性会社員です。この秋に転職しました。職場での人間関係に悩んでいます。一人だけ私とは目も合わせず、話もしてくれず、他の人に対する態度と明らかに違う人がいます。まずは自分からと積極的に話しかけてみても全く相手にされません。その人がいる場では他の人がいても話に入れず、孤立感や疎外感を感じてしまいます。今までこういった経験がないのでどうすればいいか分からず落ち込む日々です。萎縮してしまい、本来の自分を出すことにも不安を感じるようになりました。目立たないようにと思うと暗くなるばかりで、余計に周囲から浮いていきます。全ての人に好かれるわけがないのは理解していますし、私の考えすぎや気にしすぎなのかもしれないのですが、悲しい気持ちになります。何か良いアドバイスがありましたらご教示願います、ということでね、30代女性の、会社員の方のお悩みでございますけども、シレモアンサーですけども、悩みの原因がわからないと
一歩も前に進めないのではないでしょうかということでね、こういうのことって、まあ、結局何が自分がその嫌われてるかっていうのはこれなかなか分からないんですよね。でそこを分からずになんかその自分でその萎縮してしまうというか、こう自分というものを出すことを控えたりとかしてもですね、そもそもそこが別に嫌われてる、箇所じゃない場合もあるわけじゃないですか。もうちょっとそのなんか自分を出した方が実は、向こうとしては受け入れてくれる場合もあったりするんですよね。つまりその原因というものを何かということを分からない限り先には進めないわけですよね、うん、でこれってやっぱり周りの人を巻き込んでいくしかないのかなと思うんですよ。つまり周りの人にお願いして自分はなんで嫌われているのかということをこの方に、まあ、聞いてもらうとか、もちろん聞いてもらっても答えない可能性もありますから、やっぱり周りの人ともっとこう連携を強めるということは、まあ、非常に大事なのかなと思うんですよね。まあ言ったら向こうも向こうで孤立はしたくないと思うんですよ。人間ってやっぱり職場の中で孤立をしてしまうと仕事がやりづらくなってしまいますから、そう考えるとですね、まあ、その方はその方で置いておいて自分がもっと周りの人とですね連携を深めていくということがまあ大事なのかなと思うんですよ。周りの方がどんどん自分に対する信用とか信頼とかを増やしていくとですね、その方自身もですね認めざるを得ない部分っていうのは絶対出てくると思うんですよ。仕事の関係上ね、その方あなた自身この方自身を通さないと仕事がこううまく回らないという状況を、作ってしまうとですね、やっぱりその方もですね、まあ言ったらずっと無視をするというのは、逆に自分の孤立感とか疎外感を深めてしまうわけですから、まあ、とにかくどん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 周りをやっぱりこう巻き込んでいくしかないでしょうね。でその中で多分原因というのがプッとこう浮かび上がってくる、時があると思いますので、その時にようやく前に進めるというか、それまではなんか自分を萎縮したりしてもですね、それ自体が何の言ったら解決にもならないかもしれませんから、あんまり意味ないんですよ。だからあまり何も変えずにですね、さっき言ったみたいに周りとの連携とか信用度を増やしていくということでいいんじゃないでしょうかね。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモンメンドのコーナーでございます。今日は中島美嘉さんということで、何年代ですかね、2000年代90年代、の、まあ、歌姫的な、存在でございますけども、3曲セレクトしてみました。1曲目雪の花ということで ね、まあ、非常に大名曲な感じでこの時期にぴったりというか、まあ、もうちょっと、1月2月の方が雰囲気が合うのかなと思うんですけどね。2曲目オリオンね、こういう感じの曲本当に似合いますよね。3曲目グラマラススカイということでね、こちら3曲シグレモン公式の方で視聴できます。ぜひチェックしてみてください。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私とはこの辺でおやすみなさい。涙覚ましてる意外のあなた、とても素敵ね。私の心いつでも抱きしめるのはいつからか、どこからか狭い夢を休むこの場。私にもう一度キスして。